アイディオスは、ファーウェイが開発した WCDMA 及び GSM 通信方式に対応する Android を OS に搭載したスマートフォン。日本国内では2010年12月25日、日本通信から BMSW として発売。先進国の富裕層をはじめとして、スマートフォンが世界中に普及する中、iPhone などの高級端末に手が届かない。 中引く所得層を取り込むべく、想定販売価格100から200ドルの安価なエントリースマートフォンというコンセプトの下に開発された。安価な中国製スマートフォンにおいては、メーカーが Google と提携を結んでいないため、Android マーケットが使えなかったり、GPS 機能を削って安価に製造することもあるが、アイデオスは Android2.2 の標準機能を余すところなく、 利用できるるよう設計されているただし、ソック上の制限からフラッシュ対応は見送られた。形状は卵型に近く、4色の背面カバーが付属するなど、カジュアル性も持ち合わせている。アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、世界中で発売することから、販売する国や、携帯電話事業者に合わせ、900、 1700MHz に対応する U8150 から92、900MHz、AWS に対応する U8150A、800、850、1700、1900MHz まで対応する U8150B、900MHz 対応の U8150D などの仕様が存在する。GSM クアッドバンドトンツ2100。 メガヘルツ対応は共通である。日本国内では、日本通信とチキチキインターネットが U8150B をベースにした i d ディを販売しているほか、E モバイル向けに開発された U8150 から92が S31HW として販売されている。ドイツ、ヨーロッパ、北米では、T モバイルが U8150A をコメッツの名で販売している。 海外使用品は想定販売価格通りであれば8000円程度からと安価に入手可能で日本通信や E、モバイルといった国内事業者が採用した実績から輸入品が多く出回った。ただし、そうした端末のほとんどに技的マークがなく国際ローミングでの利用を除いては日本国内での使用が認められていない。関連する規定や罰則などは 電気通信事業法及び電波法を参照。また、技的マークがあっても通信機能に変更を加えると違法改造となるので注意が必要である。お小遣いで持てるスマートフォンとして当時 B マーケット価格26,800円で発売された。回線契約なしに単品購入が可能。テザリング機能も利用可能で、 NTT ドコモのフォーマネットワークへの対応を謳っている。ファームウェアレベルで日本向けカスタマイズが加えられており、フォーマプラスエリアに対応しているほか、日本語フォントが追加されている。上り 5.7Mbps のハサプには非対応のため、上り最大速度は WCDMA の 384kbps となる。10日間使用可能な B モーボレシム U304。 アイディオスが、試供品として付属する BMSWU300 のほか、1GB 転がクシム2枚が付属する BMSWFRM-2GB、フェアが付属する BMSWFR-1GB などの製品が発売された。また、イオンの携帯売り場では、BMSW 単体でも販売している。2012年8月現在、200日利用可能な、 BE モ o b レシム u 3 0 0付きで価格19,800円で販売されている。アイディオス専用のレゴレイ ip 電話サービス、モバイル ip フォンも用意されており、低速なデータ通信専用契約でも 3G ネットワークを通じた通話が可能。技的騒動、編集日本通信のアイディオスは中国、ファーウェイ本社がイディオスをベースとして日本向けにカスタマイズし、 ファーウェイジャパンが取得した技的マークを貼り付け、香港から a エクスパンシス社が輸入したものを販売している。ところが、ファーウェイジャパンと独占販売契約を結び、S31HW を販売する e モバイルは、並行輸入の BMSW は、技術的合証明の無効な不法な端末だとして、日本通信に対して、端末の販売中止を要請。 最終的に争いは総務省に持ち込まれたが、BMSW に電波補障の問題は認められず、独占禁止法により並行輸入の自由も保障されていることから、BMSW は現在も販売が続けられている。ありがとうございます。